カラカルパクスタン共和国、カレッカルパクスタンディスプブレッカスコーラケルポー、エストンディスプブラコシー地域の標語、ナシ地域の歌、カラカルパクスタン共和国国家カラカルパクスタン共和国は、中央アジアのウズベキスタン共和国内にある共和国。人口は、約170万人。カラカルパクの語彙は、国色を表す、カラと、帽子を意味する、カルパックの合成であり、カラカルパクスタンとは、 黒い帽子を被る民族の国を意味する。旧ソ連が同地を支配したとき、それまで、ウズベク族かカザフ族の方言と考えられていた同地の民族の言語を詳細に研究した、旧ソ連の言語学者が、同地の民族の言語は、ウズベク語とは異なり、カザフ語と発祥を同じくする別の言語であると認定したことにより、カラカルパク族が喪失された。それ以前までは、 ホレズム帝国を構成する部族であり、交渉所自身をもとに、ロシアのサラトフやカザフのキジルカラから移動してきたという伝承のみが、同民族のアイデンティティを支えてきた。詳細は、キジルクム砂漠及び、カラクム砂漠を三照同国の西部に位置し、ホラズム州、ブハラ州、ナボイ州に隣接するほか、カザフスタン、トルクメニスタンと国境を接する。また共和国北部は、 縮小する湖と呼ばれるアラル海に面している。1924年の民族協会確定により、旧ヒバハン国領の一部、及びロシア帝国領だったザカスピ州、シルダリア州の領域の一部から、1925年にカラカルパク自治州が設置され、現在のカラカルパクスタン共和国の領域が成立した。1930年にカラカルパク自治州は、 キルギス自治ソビエト社会主義共和国の管轄下に置かれたが、1932年にカラカルパク自治共和国に昇格した。1936年にウズベクソビエト社会主義共和国管轄下のカラカルパク自治ソビエト社会主義共和国に移管された。1991年のウズベキスタンの独立後、1992年にカラカルパクスタン共和国に改組された。 カラカルパクスタン共和国は独自の憲法を持ち国旗、国章、国家を制定しているほか国家語としてカラカルパク語とウズベク語を規定している国家の代表者は最高会議の議長であり行政府は首相が統括するウズベキスタン共和国とカラカルパクスタン共和国との関係はウズベキスタン共和国憲法の枠組みの中において 両国の締結した条約と協定によって調整される。カラカルパクスタン共和国は、カラカルパクスタン国民全体の国民投票に基づいて、ウズベキスタン共和国から脱退する権利を有すると憲法第一条に規定している。つまり、ウズベキスタン憲法の枠を超えることはできないし、外交権なども有していない。カラカルパクスタン共和国の行政区分、カラカルパク共和国は、 12の地区、16の町、120の村からなっている。アムダリオ地区、ベルニー地区、チンボイ地区、エリクカラ地区、ケゲエリ地区、モイナク、地区、ネクス地区、カンリコリ地区、コンギラト地区、カラウザク地区、シュマナイ地区、タフタクピル地区、トゥルトクリ地区、ホジェリ地区、シ都トノゥク、スのほか、主要都市として、ホジェリ、モイナクがある。カラカルパクスタン共和国の経済は、メンカ、米、 メロンなどの農産物の生産に支えられている。かつて盛んだったアラル海での漁業はアラル海の縮小に伴う環境悪化のため現在はほとんど行われていない。クングラードの製法では中国資本による火星相打生産工場が最近になって稼働を開始した。南部のトルトクール行政区では旧ソ連時代には原油を産出していた。カラカルパク人共和国。 の人口は2005年の統計で約120万人と推計される。近年、カザフ人はカザフスタンへ、ロシア人や朝鮮族はロシアへ移住する傾向が高い。タタール人やウズベク人は、親類を頼って、ウズベキスタンの首都のタシケント等の生活水準の高い都市へ移住する傾向が見られる。したがって、同共和国の住民によると、共和国の人口は減少する傾向にあると、 言われている。民族構成は、トゥルク系のウズベク人が最大勢力であり36%、次に同じくトゥルク系のカラカルパク人が32%、他にカザフ人が25%となる。他にもトルクメン人、ロシア人、タタール人、宴海州から移住させられてきた朝鮮民族なども住む。詳細は、名称を参照カラカルパク語が話されている。 住民の大半はスンナ派のイスラームを信仰し、ロシア人や朝鮮族は正教を、極めて限られているがプロテスタントを信仰する、住民もいる。首都のヌクスには、イゴールサビツキ記念カラカルパクスタン、共和国国立美術館と共和国国立博物館がある。ありがとうございます。